阿部足元ターンだ、いいボール、先制フロンターレ、小林優は2試合連続見事なくさびのボールが入りました。プレーのテンポも非常に良かったですし、スペースの取り方も良かったですし、やっぱりいざ勝負っていう時のスピードとプレーの、精度ですね、はい、牧野と遠藤寄りのところにうまくポジションを取って、そこに非常に速いボールが入りましたし、はい、このターンはお手の物でしょうから、あとはシュートの時の冷静さ、これもまたさすがだなと、はい、少し広いサイドから中央にズバンと長い速いボール